間に突然収録してるかというと、実はもちろん今日ね、朝の仕事で朝のお仕事くらいでずっと録音しながら、今日ね、月はまだすっごい綺麗で、満月は昨日だったと思うんだけど、満月の願いって感じで、新月の願いじゃなくて満月の願いって感じで、10個のお願い事を結構ね、熱く語ってたのね。でも最終的にスタッフの手玉をしたんだけど、保存するの忘れちゃって、そう、保存するの忘れちゃって、MP3 に変換しようとしたときに、ファイルないやってことになり、なんでと思ったら、保存しないでアプリをそれだけで、今朝の収録分が全部飛んじゃったので、帰りに撮り直してますあれ、もうあそこ行けないな。ちょっと行ってみようかな。まあ、動画じゃないから行ってみようかなって誰もわかんないよね。ここ信濃川、今いるのは新潟県長岡市の信濃川の河川敷なんだけど、このね、信濃川の河川敷って、最近はね、そんなにないけど、昔から頻繁に洪水で、夏になると洪水で、山から土砂がいっぱい流れてきた関係で、河川敷の畑の方とか行くと、山のね、山菜とか結構ね、生えてるの。で、あけびさん、わらびさんとか、そう、まだ早いよね。早いけど、もしかしたらもう生えてるかもしれないから、ちょっと見に行ってみようかな。でもね、こんなとこに山菜が取れるなんて知ってる人なんかほとんどいなくて、そう、知ってても、まあね、1回2回しか行かないかななんて思ってる、思っちゃう。で、まあ今日はこれからちょっと見に行ってみようと思います。さて、そんなわけで、今日は、変な時間に収録してて、なんか何話していいか分からなくなっちゃった。まあいいや。そうか。今日は3月8日 ?7 日だっけ ?7 日だと思うな。そう、7日。間違ったらごめんね。7日。希少マイノリティの、クイアの誠が、まこねがお送りします。今日は、今日はですね、まあ山に流されてきた山菜みたいな話から始まったんですけど、私もね、山菜もそうなんだけど、まあなんたってね、道端にあるものは、とりあえず食べてみるって変なところがあって、去年の春は、ダイエットなんか全然気にしないで、もう、まあ、お金もなかったからね、何でもかんでもバコバコ食べてたんだけども、まあね、道端に生えてる草とかさ、こんなの食えるの？食べれるの？みたいのいっぱいあるんだけど、食べてみると意外と美味しかったりとかね、するわけですよ。で、天ぷらにすると、ぶっちゃけね、青い葉っぱとか、何食べてもね、まあ、それなりに美味しい。ものすごく、極端に味は変わらない気がするな。香りの強いさ、よもぎとか、そう、毒ダミとかはね、やっぱ天ぷらにすると、天ぷらにしても香りは残るけど、そうじゃなければ、まあ、道端に生えてる草、よく洗って天ぷらにしても全然平気。ただね、サラダにすると、食べれないっていうか、まずこれみたいなのは結構あるね。もしかしたら毒っていうのもあると思うんだけど、まあね、草食べてこれはまずいと思ったぐらいで、ここら辺で死ぬような葉っぱとかないんじゃないかなと思ってはいる。あれ、これフキノトウじゃねえか。あれ、違った。山でもない、ここら辺にフキノトウがほっと入ってきても、全然おかしくないんだよね。そう。でもね、ここら辺ね、フキノトウはね、入らないんだよね。まあ誰かさ、ちょっとまとめてさ、フキノトウの根っこを持ってきて、そこら辺埋めとけば、2、3年もすれば、すごいことになるような気がするんだけど、そういうことをする人もいないんだろうな。今度取ってこようかな。来なくて、まだ雪あっていけなかったと言っても、山菜取ってるところ。このね、雑木林みたいなのもね、写真撮ると面白いんだけどな。春しか撮れない写真だよね。今日はね、多分ね、しっかり収録できてれば、写真撮って、雑木林の写真撮って、よし帰ろうみたいな感じだったんだけど、まあ、収録できてなかったから。そう、コツコツやってます。さあ、話は戻って。ですね、多分正式名。はい。私のポッドキャストは、多分正式名。もうこれ以上変えることはないなと思うんだけど、こういうタイトルにします。正式名は、マコネーの M キャット。違う。マコネーの M キャストにします。昨日まではね、M ポットにしてたんだけど、ポットってなんだろうって考え始めたら、いや違うでしょ。そう、ポットじゃなくてキャストが妥当でしょっていうことになっとったと思ったの。うわ、カラスがいっぱい飛んでる。そう。私カラス大好きでさ。カラスすっごいかっこいいし、かわいいしさ。頭もいいしさ。見てる私を。なんだこいつみたいな感じで見てるよ。で、風が強い人とか、風に乗って遊んでるんだよね。昨日すごかった。そんなカラスを見るのも大好きなんだけど、今日はカラスと遊んでられません。今日はね、ちょっと急いで帰って、お支払いしなきゃいけない、もうお支払いしなきゃいけない日で、帰りにスーパーというか ATM を寄って、ここで下ろして、そこで払えるものを払って、みたいな、午前中なんだけども、そこにたどり着くまで、すごい風が強くて、深夜こんなことなかったし、まあそのスーパーまでは今日はバッチリ配信していこうかなと思ってます。そう。それでね、Mボスじゃなくて Mニュースの話なんだけど、現在ね、いくつかのポッドキャストの視聴サービスで連携して発信はされてます。視聴数とかアクセス数とか見てないけど、まあ積極的にオーディエンスを集めるためのなんか取り組みしてるわけじゃないんで、誰も見てないだろうと。今のところ誰も聞いてないだろうと思ってるんですけど、まだね、技術的な部分とか。とりあえず、いずれ、半分日本語、半分英語、もしくは英語の時と日本語の時、もしくは英語と日本語を別々に収録して、別々に配信するみたいなことをしようと思ってるの。でもさ、まあ、もともとさ、あるよね、一緒になったら、ある文章を読むぐらいのことってできるよ。でもさ、思いつきでさ、その時の思いつきで英語でお話しするのはちょっと今の私にはスキルが足りなすぎて、まあね、身近に英語喋ってる人が一緒にいればもっと早く上達するんだろうけどね。まあそれでいつになるかわかんないけど、英語と日本語を併用するような感じの、発信していきたいと思うの。だってさ、普通に考えて、インターネット上の日本語を使ってる人って、だいたい、3億って言ったかな。そう。3億。でも、2億人だったかな。ちょっと忘れちゃったけど、それはまあ、ちょっと自分で調べて。で、英語を使ってインターネットを触ってる人は、この、およそ5倍、11億人なのよ。まあ、どっちの方が発信力があるって言ったら、まあ、英語の方がいいに決まってるじゃん。まあ、それで、私はね、写真も、いろんなコンテンツもそうだけど、まあ、割合と最初から、英語と日本語の併用をしてる。まあ、Twitter はね、まあ、バーンされちゃったんだけど、されちゃって、データみんな消えちゃったんだけど、私がやってた Twitter は、まあ、全部英語で、日本人より英語結構多いって感じだったかな。そう。風が強くて場所だから歩くの大変だ。なんで、ラジオも、ポッドキャストも、よくよくは日本語と英語にしようと思ってます。YouTube の方もね、今やってる2つのアカウント、まあ、チャンネルのうち1つは、まあ、100%外国語。トルコ語とアラビア語でやってるからね。もう一つの方も、段階的に英語発信中心の日本語バージョンありみたいな感じにしていこうと思ってるの。まあ別々にチャンネルもちろん作ってもいいと思うんだよ。英語版、日本語版みたいな。ただね、そう、まあ年々さ、YouTube の、収益レベルのさ、設定が高くなっていくからさ、ね、まあ、あまりね、今より高くなると、今でも相当厳しい収益ラインなんだけど、そう、ちょっとつかないかなと思って、まあ、とりあえず、勢いで始めてしまった、トルコと、シリアに向けてのメッセージ配信のチャンネルは、地道に続けるよ。続けるというか、続けなきゃいかんと思ってるの。でも、もう一つの方は、まあ、実験的、YouTube のその仕組みとか、いろんなことが分かってきたら、ちょっとずつ変化してくるにはさ、その都度対応できるんだけど、何年かぶりに YouTube に復帰したらさ、それで、ちょっと時間かかっても、1年ぐらいかけて、今の YouTube をしっかり勉強していこうかなと思ってる。まあ、その後ね、もしかしたら、英語バージョンの Vlog と日本語バージョンの Vlog っていう風に分けるかもしれないけど、まあ、それはまだ今のところ考えてもね、ポッドキャストとかラジオ配信とかすげえ流行ってて、そう、私が最初に始めた頃はもう何年前だろうみたいな、最初に目つけた時は何年前だろうと思うけど、ようやくそんな感じで、いくつも発信プラットフォームができているのね。そう、まあもちろんほら声だけだからメイクもしなきゃいいし、全然普通に動画上げてるもんね、まあ、メイクもしなくてもいいし、部屋も片付けなくてもいいし、そんな手軽に始まるさ、声だけだったら、それで帰ってくる人もいっぱいいるっていう状況で、日本の中でも発信プラットフォームは、まあね、増えてきたんだけど、実はライブからたっぷり話してるけどさ、ぶっちゃけ収録じゃん。そう、歩きながら収録してるわけだよ。そうするとさ、歴史データをアップできないサービスだとダメなわけね。でいろいろ試してみたんだけど、私が日本語でね発信するのにいいなと思ったのは、そうもう朗報だね、もう古くなっちゃったかな、もう少なくても 3,4 年前からあるよね、ストーンっていう発信サービスがあるんだけど、あれだったらスマホからだけどもそう収録したデータをアップできる。なんで当面はスポーン中心に他のコンテンツと重ねていくっていうような、他も発信するっていう感じにしようと思う。まあね、英語でトークで発信できるようになると断然さ、スポーンより英語圏向けのね例えば Amazon Music とかさGoogle とキャストとかいろいろあるからさ、そっちの方が強いと思うの。現状はねここで、スポーン中止にやるというのを今日朝決めたんだよね。で昨日の分はもうスポーンに上げてみたんだけど、スポーンもスポーンで例えば、設定にしてもいろんな設定があるわけだね。そこら辺はちょっと研究しながら、スポーンが、今、このポッドキャストの話では、一番私が手をかけなきゃいけないところかなと思ってるね。だからこそ、発信しようという時は発信しなきゃと思って、今、撮ってると思う。YouTube の話した。それでさ、今後のことは分かんないけど、確かにね、YouTube と違って、大きな編集しなければ、ほぼ私がダラダラライブみたいな感じだったら、やっぱり手軽にできるのよ。でもさ、視聴数とかさ、ね、調べていくと、発信は楽だけど、聞くのはさ、どうなんだろう。私はぶっちゃけ、ラジオはあんまり聞かないしね。YouTube もそうだけど、他人が喋ってる話とか、あんまり聞かないんだよね。さほど興味がないとか。だから、私基準にしちゃうと、何でもできなくなっちゃう。発信するのが好きだから、コンテンツを作って発信するのが好きだから、のんびりゆっくり長く続けていくと思ってます。で、スポーンの発信体制が整ってから Instagram とかで、やってますよっていう風に発表したいなと思って、それはもうちょっと先送りだなと思って。やばい、おしっこしたくなってきた。こんだけ風強いと、多分マイクとかないと、マイクとか厳しいね、こういうのを抱いて、今、歌ってるのは、長岡大橋じゃなくて、大田原市で、8月の23日を、大きい花火大会があるんだけど、今花火大会はこの発信を中心に右と左に分かれてやるみたいな感じになってから、大花火でね、対岸両岸からさ花火が見れるところってあんまり多くないらしくて、長岡のね立地がよく、ここ数年でコロナの関係でなかなかだったけど、私はね、いろんなところの花火見たけど。世界に何かの花火ありって言えるような花火だと思うから、花火が終わった日の朝とか来ると、この橋の上とかもすごい花火のさ燃えかすだらけで、すごいことになってるんだけど、花火の匂いも私もねちょっとの今歩いてるのが花火の発射台の方に書いてあるのが花火の火を並べるここあたりを歩いてるかな。でまあもちろん今あるわけじゃなくて花火の打ち上げる花火師が来ているところに花火ってさ花火師がやってなくてでも見に行きたいっていう花火らしいのね。普通に花火師が住んでるみたいっていうことで言うとつまりこれね長岡の花火大会が全国の花火シーズンのスタートとして大きい花火大会としてはスタートなわけよ。そうすると冬の間研究してきた新型花火が初めてお披露目するのがここだったりするわけ。そうだからね他の会社がどんな花火を作ってるかっていうのを研究するためにも長岡の花火が見たいっていう花火師が多いらしいね。研究した材料をもとにオマールは花火のコンテストを受けて新作花火を組み立てるっていうらしいね。聞いた話で世界中から注目を集めている大会だよね。だから300ぐらいあるんだけど言いづらいけど観光地の花火大会のそれだってさでかい花火打ち上げられないじゃん。関東圏の花火大会のメインになる花火が雑魚キャラとしてバズりまくるっていう感じ。明治球場であれの大変みたいな、一気に仕上がってて、そう、なんていうかな、ドラクエに例えると、そうだね、中没クラスがスライムと一緒みたいな、中没クラスの花火が、長岡ではスライムクラスみたいな、そんな花火大会。だから、その迫力がちょっと、なかなか形容しがたいよね。まあ、見た人しかわからないみたいな迫力がある。もちろんね、あっちこっちの花火大会みんなさ、いろんな花火の規模だけじゃなくて、いろんな仕事もらったりとかね、新潟県はさ、もうすごい全国に当たる花火大会でさ、新潟三大花火って言って、9月にある片貝の花火、7月にある柏崎の水中花火、長岡の花火とかね、全国に有名な花火がまばらとか、しかも私が住んでる長岡からこの花火大会、そうと思えばね、車で1時間ぐらいで行けるとこばっかだからね。花火大会行くのはいいんだけど、帰りが大変だから。そこの花火が上がるようなところを街歩いてる。深夜はあんまり花火も考えてるけど、昼間のと違うことしゃべるんだよ。で、なんだっけ、花火の話。そう、花火は花火でそうなんだけど、あれ、なんか全部話し方もどこまでも山菜の話までほど、私ね、山菜だけどまあ雑草も食べるんだけどさ、もちろんお腹壊すこともあるよ。でも私にとって一番お腹壊して苦しかったのは、前にベトナムのホーチミンにさ、ハノイとホーチミン友達いて、ホーチミンに来た時にさ、観光でね、なんだったっけ、名前出てこない。違うの。ほら、身を切る、生まれる前のさ、ヒナを茹でたさ、卵があるじゃん。そう、なんだったかな、忘れちゃった。私ね、あれ好きなんだ。黄身とね、鶏肉の間っぽい感じで、もちろんね、剥いた時のいろいろレベルがあるわけよ。まだ本当鳥になる前の卵、ゆで卵ちょっと、ゆで卵ちょっと次みたいな感じのもう明日にも生まれるかもしれないみたいなバージョンがあって、いろんなバージョンがあって、私はまあどれも平気で食べれるんだけど、確かにね、グロいっちゃグロいけどさ、グロいっちゃグロいけど、まあ現地の人にとってみればね、貴重なタンパク源だし、まあ、おやつみたいなもんだからね、私も全然普通に食べれる。だって私、なんだろう、変わってるものほど好き。そう、だからさ、今、なんかニュースでやってるけど、今、虫料理が、虫をね、しっかり食材として認識できるように、小学校とかでも虫料理の食べる会みたいなのができるように、やるようになってきたなっていう話を、この間ちょっとニュースで見たのね。そう、虫料理さ、ちょっと食べたことない人が多いと思うんだけど、本当美味しいよ。とっても美味しい。なんかね、バリエーションがいっぱいあるから、他の食材に比べても、間違いなくバリエーションいっぱいあるから、いろんな味が楽しめる。そう。だからね、見た目がどうのこうの食べ慣れないから、そう思うだけだけど、考えてみればさ、エビもさ、大概なもんだね。タコ貝だって、海に住んでる、なんつうか虫にしか見えないよ。あんなのもう慣れでしかないよね。そう、私はね、虫類ね、もっと安かったら日本で虫類食べようと思うとさ、自分で取るか買うしかないわけじゃん。まあどこでもそうか。でも自分で取るのはさ、私ね、虫料理は全然平気なんだけど、生きてる虫が嫌いなわけよ。生きてる虫はできれば触りたくないわけ。で、虫料理ね、食べるのは平気。でも料理するのは無理。そうだから、友達からね、ベトナムとかアジアのさ、友達から虫料理、もらったりすることはあるけど、お菓子とかね、スナックとかもらうことはあるけど、そういう風にね、調理してあれば平気なんだけど、まあ、屋台とかね、そう。よくまあベトナムなんてカンボジアとかさ、この辺のドキュメンタリーとかさ見てるとさ、シェミリアップのさ、屋台でさ、いつもさ、ヘビと、土雲と、なんだったかな、なんか売ってるおっちゃんがいいんだよ。シェミリアップに住んでた時のおっちゃんと仲良くなっていろいろもらったんだけどさ、そのおっちゃんがさ、まあ、よくテレビに映ってるよ。おっちゃんが言ってるさ、その土雲はさ、土雲の唐揚げがちょっと甘辛みたいな感じのね、あれですごい美味しいのよ。1ドルもするくせに。T シャツとかがさ、5ドルとかでさ、まあ、もちろんね、交渉して値引きしてだけど、普通に買えばさ、20ドルぐらいするんだけど、まあ、毎日買わして、お願いよ、高くて買えないよとかってただこねると、5ドル負けてくれると、5ドルぐらいで、T シャツが5ドルで買えるのに、土雲一匹がさ、1ドル、2ドルだったらちょっとふざけるなとか思うわけよ。まあ、観光客の値段だからね、仕方ないけどさ。でもその土雲がね、美味しいんだ。土雲のね、お腹のポコって出てるとこが、なんかね、たらこを、レンチンしちゃって、固くした時の、あんな感じ、食感は。そう、全然普通に美味しい。あ、思い出した。スノーちゃんは、土雲と、ちっちゃいヘビと、あと、コオロギだ。コオロギの素揚げだ。コオロギもね、すっごい美味しいんだよ。もうサクサクで。お酒進む。こう、ベトナムのスーパーとかさ、行くと、コオロギ、カゴの中で生きてるまま売ってるよね。だから、ほんと全然美味しいんだけど、このチームはね、昔はさ、まあ、多分、虫料理食べてたはずだよ。だって私のさ、住んでるような方からも、山の方行くと、最近まで虫食べてたよっていうところもあると、セミ食べてたっていうところもあるし、ここら辺ね、新潟県ってさ、もともと田園地帯じゃないわけ。そう、昔から米がすっごいいっぱい取れたところじゃなくて、そう、だから、米の産地になったのはそんなに古くないみたい。だからさ、昔からもうイナゴをいっぱい食べてたかどうかわかんないけど、もちろんさ、戦中戦後のあたりはさ、イナゴもいっぱいいたわけで、おじいちゃんおばあちゃんとかさ、イナゴさ、食べたよ、焼いて食べたよ、美味しいだよとか言って教えてくれたりするよ。だからね、みんなね、身近で出されて食べてみれば全然普通。あれを毛嫌いして食べないっていうのはちょっとね、食に関する感性が鈍いと思っちゃうね。やっぱね、未知のものほど食べてみたいとその美味しさは分かんない。本当に美味しいものを巡り合おうと思ったら、やっぱね、チャレンジ必要。ねえ、と言ってもさ、私もさ、初めて行った海外旅行で、友達の家で出されたさ、ドリア。なんとも言えない匂いには、とにかく口の中に入れちゃえばそんなに臭くないんだけど、口に入れるまでのぬか漬けのような、なんとも言えない匂いがするんだけど、そう、ドリアは最初知らなかったからさ、今だったらドリアって結構有名や、日本でもやってるし。でもさ、私が初めて海外行った頃はドリアなんか日本になかったしさまあぶったまげたね。そう、まあでもね、いや食べてみてよかったね。友達と行った天津のお店とかも、あれ食べたいこれ食べたいって言ったらね、いろんなのあって、やっぱ面白いよね。やっぱね、何でも食べるね、中国とかアジアは本当食文化豊かだよ。そう、日本とはまた全然違うよね。日本もさ、いろんなもん食べるけどね、もちろん日本食も豊か、とっても面白いけどさ、そんなわけでやっと橋渡りきて、もうちょっとでスーパーに着くんだけど、私はね、そう、一生懸命歩いてきたよ。ぶっちゃけトイレ行きたい、おしっこしたいですそう、まあね、日本食の話とかもまたしていきたいと思うんだけど、私もさ、16時間断食やってると、やっぱり日本古来のいろんな食材とか、日本古来のいろんな、料理の知識とか食材の知識とかはやっぱすごく重要だなと思っててさ、今はさ、コンビニ行ってもスーパー行ってもさ、すぐに食べれるもんいっぱい売ってるじゃんね。それがどれだけ私たちの体にね、負担をかけてるかってことをみんな知っててもじゃあ負担のかからないものに全部買えようかったら、こういうわけにもいかないわけだ。お金もかかるしさねえ。だって今天然資源のものを食べようと思ったらやっぱお金かかるもんで、天然資源のものがじゃあ 100% 美味しいかったらそうでもないかったりする。例えばさ、自然農法って農法があって、本当自然と同じような状況で、作物を作るっていう農法があるんだけど、自然農法で作ったさ、トマトとかがじゃあ美味しかったらそうでもないんだよ。酸っぱかったりとかね。そうだから本当に身近な美味しさを突き詰めていけば、化学薬品を使うのもいいと思うし、だってもちろん体に害があるって言われてるわけじゃないし、もともとさ、土の中に入ってる成分を使ってる化学薬品なんかいっぱいあるわけで、そう完全自然農法がいいというわけでもない。でもさ、なるべくならさ、そう素材の美味しさをそのまま味わえるような食事の生活がしたいかな。だって私さ、16時間ダイエット始めて、ものすごく1日に摂る塩分量とか減ったと思うの。アルコール量なんかゼロだしね。そう、そうして初めて知ったことっていっぱいあるわけよ、食べ物に関しても。だからね、やっぱ小さい頃からさ、何でもある日本は、ちょっとね、何でも食べられる日本はさ、裕福に見えるだけで、ものすごくなんか貧しい気がして仕方ないんだよね。そんなわけで、ATM のキャッシュコーナーがあるここに着いたので、今日の発信はここまでにしたいと思います。明日ももちろん、明日こそは保存ボタン忘れないで、この放送こそ保存ボタンを忘れないで終了しますので、また明日も暇を見つけて覗いてみてください。まあ、この絵のエミキャストでした。またね。